私は日本とメキシコの両方に住んで歌を歌っている人間です。本も書いています。そういう私が今回水先案内人としてコンサート2回そしていくつかの中南米に関する講演をさせていただきました。このピースボートまさにアイキャンノーベル平和賞を受賞した団体の一員としてそういう国連のイベントも開催できるほどそれほどにも世界的にも重みのある重要なミッションを携えた船であります。そしてそれと同時に素晴らしい豪華客船でありそしてたくさんの水先案内人の方々がいろんなイベントを開催しているそういう意味でもとってもお楽しみもいただける船だと思います。皆さんどうぞピースボートをよろしく。